皆さん、こんにちは。また、あの、グラフから多項式を出すという、あ質問ですが、今度はちょっとおかしな部分がありますね。これは、えぇ、ー、0にインあ、に交差していない部分があると。これはどういう風に扱えばいいんでしょうか。これはですね、F、 は、えー、これヒントで a はス1だと与えられていますからそれでここでインターセプトは、えー、プラス5このインターセプトはス7単根ですねでここは根がないんですね 根がなくてこういうふうになるというのはですね x の2乗プラス bx プラス c とこれを0と置くとここは虚数になるというそういった式ですねこれを入れてうまくいくかどうかをえ調べてみますまず x が0でス2ですからイ、えー、1の一の 5の7のマイナスですね。でこれがマイナス2と、えー、いうことでこれどうなりますか、えー、?35c がマイナス2ということは c は、えー、マイナスの35分の2と。 いうことですねでここでマックスって書いてありますということはここで勾配が0ですねですから微分を取りますねこの微分の仕方ですけどえ関数の掛け算の微分の式を使いますするとこれはですね x-7 かけの x の2乗 bx プラス c と、A、プラスですね x プラス5のこれを微分すると x の2乗プラスプラス c とプラスですねこれをにあ、えー、微分したものですねつまり x プラス 5x マイナス7 これに微分すると 2x プラス b と。そしてこの微分したやつの0が0になりますから x これ0入れるとがですねマイナス1のえー これは7かけの c ですねプラス、A、5かけの c プラスこれ00で5マイナス7でこれが0ですから b ですねとなりますね。 するとえー、マイナス1のえー、マイナス 2C ですねマイナス 35B がゼロということで B はえー、2C とということですねでここで c が分かってますからこれを入れてやると2の 35×35×2 ということになりますえだからこのこの部分ですね、えー この部分これは根がない二次方程式だというのが混ざっている場合にこういう格好になりますねで。でマイナス1っていうヒントはですねこっちが無限大に行ってこっちは負の無限大に向かうとこの形ですね n が奇数の時これはえー あ7これ2乗ですねこれは重根ですねだからこれは奇数 x の nn が5の時ですねこれはこっちから来てこっちに下がりますえー、ここでちょっと修正しなければいけないのはえー、ここに2の x マイナス７が入りますね。微分した時のこれ消えないですね。だからこれにゼロを入れると14こうマイナス14が入りますね。これ修正版です。えー、これはここ重根ですから重根の式でやるとマイナス14が入ります。するとこれはですね。 c のマイナス7マイナス5かけの14ということですねえー、これはえマイナス77ですかマイナス77ですねだからこれがえ b はマイナス35分の えー、c が 77c ですか。こうなりますね。で c をここに入れると b が出ると。えー、ちょっとこれ重根だっていうのを忘れていましたね。ここは重根だから二、えー、乗になる。その二乗の、えー、微分っていうのはここに x マイナス7が残りますね。で0入れるとマイナス7が残って でえー、14マイナス14がここに残って 5× マイナス14でそれがこれですねそれに7を足すとあ77ということですえー、いいですかここでこれ10ンだから2乗がなければいけないとでここはあ0とあ 交わらないからこういう格好の式になるということですね。でこれは最初に与えられたヒントで与えられたマイナス 1a がマイナス1でこれが 1,2,3,4,5n が5奇数で、えー、奇数ですから、えー、左上から降りてきてで右の下に行くと。 いいう格好になりますはい、今日はあそこまで今日の単語はですねオピニオネイティドオピニオネイティドオピニオンっていうのは意見ですねそうオピニオネイティドっていうのはあ意見を持っているということですねえー、sometimes 時々あの頑固っていうような意味にも使えますね自分の意見ばっかり言ってえー あの子はあんなに小さいのに言うことを聞かないで自分の言うことばっかりをあ意地を張ってるというような場合は A, That boy is so small, he is so opinionated ということはあの子は自分の言うことにばっかり意地を張ってるい言ってると Opinionated ということですね A, 次は Procrastinate p r o crastinate っていうのは えー、なんかはっきりあ決めないで何でもこう引き伸ばしてしまう人引き伸ばすようなことということですねで例えばですねあそこのセールスは今日までだけど今日買わないともうないよとで If you procrastinate and miss the chance to buy that today、えー、今日買うチャンスを逃せば It's not gonna be there tomorrow. えー、こ,れこ,のこれはチャンスで今やんなければもうあとには来ないよというような場合もですね。This is your chance to take.If you procrastinate and delay to tomorrow, there's no more chance for you. というふうな言い方しますね。<laughs> はい。今日はここまで。